本日のヒロイン選手、九州アスティーラ加藤美優選手です。ありがとうございます。まずは今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。レギュラーシーズン最終戦を勝利で終えることができました。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、やっぱり最後はみんなで勝って笑顔で終わりたいっていう気持ちがすごく強くて、大変な試合だったんですけど、あの勝利に導くことができて本当に良かったです。ありがとうございます。加藤選手は第4マッチに柴田選手、そしてビクトリーマッチで横井選手に勝ち、チームを勝利に導きましたが、今日のプレーを振り返っていただいていかがだったでしょうか。そうですね、今日は最初から最後までとても強い選手との試合だったんですけど、冷静に保つことができていいプレーができたので良かったと思います。ありがとうございます。さあ、これで九州アスティーラ今シーズン試合すべてを終えられましたが、振り返ってどんなシーズンだったでしょうか。そうですね、順位はそんなに高くはないですけど、みんなで選手とみんなと仲良く最後まで試合ができたので本当に楽しかったです。ありがとうございます。最後に会場にお越しの皆様、そして配信をご覧の皆様にメッセージお願いします。今日も私 の, スローガンとかタオルとか持って応援に来てくれて本当に嬉しかったです。来シーズンもプレーすることができたら応援よろしくお願いします。本当にありがとうございます。本日のヒロイン選手加藤美優選手でした。九州アスティーラ勝利おめでとうございます。ありがとうございます。